の中島でございます。今日皆さん方にご挨拶をいたしたくこの場に立たせていただいております。日本国内において30年以上にわたって景気低迷が続いております。その間国内の企業は海外へと多くの工場を移しております。日本の産業の空洞化といわれる現象が今起こっております。そしてこれがどこに今影響してきているかというと、実際にこの新型コロナウイルスが中国で発生し、中国の工場が次々と閉鎖されております。中国の工場が閉鎖されることによって、実は日本企業に部品が入らないという今そんな深刻な事態が発生しております。これは今まで日本が中国に依存しすぎた、それによって産業の空洞化、国内の産業の空洞化が深刻化したということが原因として挙げられます。それではなぜこれだけの工場が日本から出ていったのかというと、中国の生産コストが安いからということであります。しかしそれは日本の税金が高いからですし、また規制が多すぎて日本でビジネスがやりにくいということから、海外へと次々と脱出したということが挙げられます。そしてこの日本の増税に、日本の税金が高い理由の一つとしては、消費税の増税というものが挙げられます。ある統計によると、増税するたびに物が売れなくなるというふうに算出されております。ということは、昨年10月に消費税 8% から 10% に上がりましたけれども、これによって物が売れなくなるという現象が起こっているということです。物が売れなくなれば、当然皆さん方の給料も上がらなくなります。これが今の現状です。ですので幸福実現党はこの政策と反対のことを今訴えております。それは消費税減税です。消費税を 10% から 5% へと減税することによって、まず企業を元気にいたします。この政策は実はアメリカではレーガン大統領、それからトランプ大統領、今のトランプ大統領の時に実際にやって成功しております。ですので実証済みなんです。特にこの、減税することによって消費を拡大させる、そのことによって、企業が元気になり、企業が元気になれば給与が上がり、また税収も最終的には上がるということになります。トランプ大統領ではこれを大幅減税することによって、実は国民の年間平均所得が65万円もアップしたというふうに言われております。失業率も下がり、また700万人以上の雇用が創出されております。誰も予想しなかったアメリカの景気回復、経済成長、これをトランプ大統領の政策としてトランポノミクスというふうに今言われております。そしてこのトランポノミクスを、同じ政策をやっている、やろうとしている政党が日本で唯一ございます。それが幸福実現党でございます。幸福実現党では企業が納税しやすいシンプルな税制、これをして企業を活性化させてまいります。また規制緩和を通して働く場所、雇用を創出できる、そういった企業環境を作ってまいります。そしてこの日本においてカジノ推進によって、景気を上げよう、または海外の観光客によっての夜インバウンドによって景気を上げようということを言われておりますけれども、これでは本質的な景気回復エンジンにはなりません。今やるべきは製造業等を中心としたものづくり企業、産業を本当の意味で
経済成長のエンジンにしていくべきだと考えております。そのためにここを支援してまいります。幸吉全島で一番願っているのは、勤勉に働く人が確実にその成功を手にすることができる社会、これを私たちは実現すべく活動をさせていただいております。そして政府がやるべきこととしては、国民の生命安全財産を守ることです。小さな政府を実現し、また国民や企業の自由を増大させ、責任を持ってこの国を発展させていく大きなエンジンへとしてまいります。皆様方の家庭や皆様方の会社を元気にする幸福実現党、どうか応援いただきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。